さて、皆さんおはようございます。現在の時刻はですね、朝の6時半。また早朝から動画撮ってるんだけれども、多分実際アップするのは昼か夕方過ぎかもしれないが、とにかくね、夏の早朝を体験したくて、朝のね、新鮮な空気を吸いたくて、もう寝てはいられないですね。新鮮な空気といっても、実際部屋の中にね、動画撮ってるんだけど、 <laughs> ということでえー、オラと博士の夏休み3日目やっていきましょうえー、ゲーム内の時間は8月の2日日の山食堂前よし朝だねそうなんだなんか2日目の時はメンバー少なかったもんね いいね。<laughs> こうやってどんどん日に日にメンバー増えていくのかな。<laughs> いや、楽しそうだな。楽しそうだな。<laughs> なんか、いつもいい天気なんだけど、雨降ったりとかしないのかなおお、これもこれもなかなか豪華な朝ごはんですね。<laughs> こんないいのかな世話になりっぱなしで。卵何個入ってるんだ <laughs> さあ、いただきます。いただきますよし。 ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日は何をするんだなんか多分その日のイベントとかもあるんですよね。おミサイがまたなんか不思議なのよ。あれあれ,あれこれは2日目と同じ会話だな。一日何度も来るのよ。へえ。 にしても、また、この <laughs>、テーブル、同じところ拭いてるんだけど、ずっと <laughs>。一日ずっとこれやってるえ、今日なんか、特にないのかなとりあえず、なるほどね。これ、裏の新聞社って、ここから行けるんですよね。ただ、今回はちょっとおやつがなくて、どうしようかな。どこかで手に入ったりするのかな うーんと、それと、新しい虫とかも、捕まえたいので、生き物図鑑が、虫は今12種類、取れてるんだけど、でもまだまだだよなまだまだだよなう、えっと、まあ、魚はもっとね、全然、取れてないので、これ、ね、光ってるところね、 探さなきゃいけないね。ふふふ。とりあえず、新聞社に入って、あれまだオープンしてないお、早速仕事している、よしこ姉さん。正直に言うと、しんちゃんにこの新聞社を大きくすることなんて、え、もう信じてくださいよ。できないと思ってたけど、けど。んなんだなんだ 大工さんになれば出来るかもしれないねどういうことですか大きくするってそういうことか。他はなんか、調べ、お調べる。なんだ新聞社の印刷機械、いわゆる輪転機というやつだ。ほうほうほう。ほ <laughs> で、キャプさんはおう、仕事してる。新米記者くん、頑張ってくれたまえ。 シュプッ,ッシュプッ,ッシュ。同じこと言ってる。これはもう、調べる。なんだ。この階段はどこに繋がっているのかなうーん、なんか上行けないね。調べる。アッソの山菜、シソ。えー、家庭菜園で増えたものが、至るところに生えている。あ、そうなんだ。すごいな。 民家や畑の近くでよく見かける。阿蘇の山菜、えー、小ゴミ、陰った草原、林道脇などに、えー、自生することが多い。秋山への原っぱや研究所近辺ではよく採れる。阿蘇の山菜、水菜、小川、湧き水などの浅い水辺に自生する水源の森ダムや古い石橋付近でよく採れる。 山菜 <laughs> 多いね <laughs>、えー。えぇ、木一明るい林に自生する子供たちの格好のおやつだ。そうなんだ。へぇ、駅前ステーションや、ステーション脇や、ダム近辺で取れる。山菜多いな山もも、海岸や低山の尾根など、えー、痩せた土地でも育つ。山頂ステーションへ向かう林道を探してみよう。なんか、 これ今読んでるといろんなところに行けるっぽいだけど、まだ今行けないよな。えっと、マップを見たら、今ね、色を塗りつぶされてるところが今の多分行動範囲であって、もっとなんか白い部分って今後行けるようになるのかなで、それにしてもおやつはどうしたらいいんだ <laughs> おやつ、ヒント ヒントを見てみようか。あ、スタミナとおやつね。えっと、特に必要な時は食べてみましょう。必要だけどどこで買えるんだ。ちょっとこれも探したいと思うけど、体力がなくなったら本当に厄介ですね。んーと、まあ、とりあえずこっちは、あ、虫出た。 はい。あれ逃げないで。なんだなんだ。んこれもセミかおあっ、ハチへーははは。<laughs> なるほどね。写真がありませんと。他にないかな虫さん。ん これ違うの光ってないね。じゃあ。ここも、ここも特にない。なんか超、まこれはもう <laughs>、これは取れたけどね。新しいものではない。まあ、進みましょう。分かれ道ね。ゴミの収集日。 この町は火曜と木曜が燃えるゴミの回収日。ほう。それ以外のゴミは <laughs>。それ以外はどうしたりいい。ああ。あれジローさんいないね。どうしたジローさんおやつか。あ、あそこにさ、ロープウェイって書いてあるんだけど。乗れるかなまたお牛さんがいっぱいいる。 掲示板おあ霧島ストアの掲示板かおーいなに掲示板見てんのなんか持ってきてくれたあ一。1あーでもそっかあ <laughs> もっともっと取らなきゃいけないねうんと今日も忙しそうにしてるあ買い物するおおあやったカレースナックだよっしゃ20円だし一番安いねこれまあまあ体力回復するんでちょっと5つぐらいよいまた来るよ<理> <laughs> お世話になりまーす いや、これはね、<laughs> やった。体力心配ない。これ体力さえあれば、別に無理やり白に連れて帰られなくてもいいでしょうね。なんか。どうなんだろう。虫がない。調べる。使い込まれた古いベンチ。どうやらここは人気のカレー屋さんらしい。人気なのか。お客さん入ってるところが一回も見たことないんですけど。 <laughs> ここにも掲示板があちゃちゃベンチじゃない掲示板ああははは。シンのスケドノ。おい。あはあはあ、何が何 <laughs> これはうちの店で使うスパイスやハーブの仕入れ状況でござるこれらを持ってきてくれたら、お小遣いを渡すでござる <laughs> よし、何ではシンのス必ず戻ってこられよう。 なんだこの人 <laughs> 変な人ですね。変な人ですが、カレー食べたいけどできないかなどんなカレーを作ってるの忍者は軽々しく秘密を喋っては。いやいやいや <laughs>。お店やる気ないじゃないですか <laughs>。いけないのでござる。カレー屋さんなんだぞ。忍者である <laughs>。もう <laughs>。じゃあね、さようなら。 <laughs> うーんとああ,あーまたここ行っちゃったなんかマップというかステージというかその切り替わる瞬間なんかねまだいまいち掴んでないからこれ遺跡は特になんか見るだけかなであっちは行けないでしょうでも虫がそこに <laughs> 2日目の時も言ってたけど あれ多分川が光ってるからなんかね虫がねいるように見えるけど違うかうーんとなんか3日目のなんかイベントっていうかそういうのないのかな階段降りよううーんと虫虫魚ちょっとまた釣ってみようとは思うんだけれども 今日はどんな魚が釣れるでしょうね。ほいこれだだんだん分かってきたぞ。お今度はなんだんやりタナゴおーなんか銃みたいな形してますね。<laughs> 銃っていうかね。かっこいいじゃないですか。うーんっと、まだまだ、まだ、ああ ここは急にステージ変わるんで、なんかね、体力無駄になったって感じしますね。ここはなさそうかななんか釣れるときはすぐに釣れるんだけど、ないね。<laughs> ないね。山菜も取ったりしたいけど、 でもあそこまで行くとまたねあの家に戻っちゃうんで調べる、うん、なんだああ水な <laughs> じゃあおえっとあれもう釣りできないそうなんだあ釣りをするここでできるんだふフ <laughs> いた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 よしうエ、ん なんだえっ、ー、とーアマゴほう赤い点々が特徴だへえ確かに <laughs> 楽しいなーえっ、ー、とー図鑑はこれ本当にこの32種類の魚がこの川に泳いでんのかなもちろんあれちょっと一番右下 な、あれ何、<laughs> 靴 <laughs> あれ、靴じゃないですか <laughs>。まあ、いいや。夏の思い出って、あの、夜風のように届く声って、まだ進行中なんだけど、あの、青山さんの、あの絵本の読,読んでる姿っていうか、あのシーン、全部最後まで聞かなきゃいけないってことかな、これは。 違う。う <laughs> んっと。持ち物。目標もまだまだだしな。さて。今度こっちで釣ってみよう。よいしょ。引っかかった。おい。な、うん何でしょうか。ん。あ。あれ。 違うなぁ。これは持ってるやつだ。ははは。また釣ろう。はい、特にありません。ははは。諦めましょう。これでまだ戻ってきたけど、戻ってきちゃったけど、誰もいない。寂しいな調べる。汚れたスニーカーが片方だけ置いてある。誰のだ <laughs> 誰のスニーカーなのかな <laughs> えっと、そういえば上の部屋ちょっとしばらく行ってないのでこっちもなんかあるああごめんね <laughs> あ掲示板はい何か持ってきてくれたしそうよし お使いちゃんとできたねこれで達成だねふふ <laughs> えー、ここは水がおいしいから野菜もとってもおいしいのようんえもうあ,あれないですね <laughs> もう本日の予定はないですね掲示板にちょっとあのごめん上の部屋に行きたい ここはまだ行けないでしょうもちろん。うん。で、部屋に入って。なんもないのかなー同じセリフだ。同じセリフ。いやあ。いいなー <laughs> 夏ー。 って感じだけど、ここは多分。もうまだダメか？どこに繋がっているのかな？はあ。おかしいな。なんか3日目になるとイベントが発生しないね。あいたいたけど、子供たちはどこにいるの？<laughs> とりあえずちょっと。またソートに行こうぜ。 さあ。5位。ううい新しいやつかな？あー、もう同じ魚ばっかりじゃないか？同じ虫だし,し。ここも行けないし。うんよいしょ。イエーイ！これはどうだい？<laughs> もうヤマメばっかり。 もう今日の晩ご飯はこれでいいんじゃないかな新しい魚って、どこですか <laughs> ?2 分経ちましたが、釣れませんでした。<laughs> ちょっとしんちゃんの体力が、あれなんで、えー、っと、おやつ食べましょう。かわいいなでもずっとなんかしんちゃん一人で行動してるんだけど、 せっかくのね、夏休みだし、なんか、お友達とかと一緒に冒険したり、ね、したいよね。階段だし、山菜は取れないかな。なさそうだね。登りまーす。お、いたジロさんいた <laughs> ちょっと時間経過したら、出てくるんですね。 また同じポーズ同じことをやってるんだけど DJ ブースを見てたけど興味があるか俺はあのカンタムロボが好きなんだ <laughs> クールだろマネするなよなっつって俺もカンタムロボ好きだぞマネするなよな <laughs> ちょっと何の会話だあれこれは一体何でしょう あれできないのかななんかスタートボタンっていうのがあるんだけどできないねこれからできるようになるのかな日記を書こうこれか <laughs> えーっとカンタムローブを見つけたよぐるぐる回るああぐるぐる回るやつにしようかよし でも特にプレイできないなぁ。ふふふ。いきなり静かになった。えー。図鑑埋めたい気が、気持ちがめちゃくちゃ強いんだが、どこにも新しい虫が見当たらない。<laughs> お野菜も見当たらない。もう夕方になった。ってか、あそこ、 なんか子供たち遊んでるんだけどあそこどうやって行くんだあ,あ家の前かあシロちゃんが行ったところいるところうんーとちょっと今日の新聞は特に大した記事はできてないんだけど一回ちょっと報告してみようかな今日はどんな記事ができた見て見てこれは ギギリギリな記事だなだあーやっぱりあれですねあの直球かあの変化球かによって評価が違うんだよなそういうことかなんどうなんだろうわかんないけど <laughs> ギリギリの記事って言われて136人おでも1回目よりは増えたんじゃない 百十円もらった、やったーがいやったやったうん。も我が新聞社のの発展のため、<う>頑張ってくれたまえ。頑張りますぞー。で、これを新聞を見る。これは今日の新聞ね。<laughs> なかなかいいんじゃないのうんうんうん。よーし。 またちょっとね時間の経過が早くて夕方になったんだけど今日本当に何もできてないんだよな新おお新規契約者数は、えー、プラス136人ね本当ですかおーおおなるほど目標数が500か目標見てみよう目標には新聞記事の元になる えー、出来事がたくさん書かれている。頑張って目標を達成しよう。あそういうことか。元になるやつ。あこれか。はい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 。親子丼お小遣いおお小遣い。お,お,お,遣い <laughs> お使い出前を3回伝えるラーメンカレー。はあ、なるほど。親子丼ラーメンカレー。これはどうやってできるんだ ちょっとね、本当に初見で、まだ全然 <laughs>。お、これ新しい虫か。ん初見なんで、本当に申し訳ないけど <laughs>。そこまで、えっ、ー、と、図鑑埋めれないかもしれないけど。ま、あ一周目だからね <laughs>。一回しかやらないとは言ってませんよ <laughs>。えっと、花部。うん。 新しい虫が増えた。夕方だけど、夕方にしか釣れない魚とかあったりするのかなちょっとこれも興味あるな。また釣り行ってみようか。ああ <laughs>、またジローとこれ来ちゃった <laughs>。そうじゃないんですよ。おカナコさん。え、どうしたんですか この辺りをぐるぐる走り回ってきた目が回るし、お腹が空くし。これって多分、洗濯機とか地球の自転と同じことだよね。そこに、ラナコの偉大さを感じてちょうだい。ちょっと何言ってるかわかりませんけど <laughs>、わけわかんないと思うけど、そりゃそうですよ。そりゃそうよ。か可かわいいね。 <laughs> 偉大なララ子。おめめぐるぐる偉大なララ子。うん。変化球で、もちろんうん。